押さなくないから。こんばんは。押さなく見える？ちょっと前髪がボッサボサなので、もうピッ、すいません。でもちょっとね、ショールームはね、あ、そうだ、やらないとやらないとと思って、ちょっとやれる時にね、やっといた方がいいと思うので、はい。確かにリップ、せめてリップを塗って血色を。チュラララララン、チュラララランランラン。ハットさん、ありがとうございます。ありが、ハットさんすぎる。シナモン、ありがとうございます。そうだよね、バズタイムズがね、7日に初回を迎える。初回、はい、そうなんですよ。ハルルンメール初めて撮りました。え、本当？嬉しい、ありがとうございます。すぎる。クロミちゃんもいる、ありがとうね。ハートもありがとう。え、サンリオかわいいね。なんか華やかじゃないですか、このルームも。めっちゃかわいい、見るたび思う。いや、そんなサンリオに詳しいわけでは全然ないけど、なんていうの、サンリオに、なんていうの、別に大ファンとかではないけど、こう日常生活のどこかにいるみたいな、わかるかな。こうサンリオを特に意識して買ったというよりかは、普通に可愛くて買った雑貨が結構ある。ちなみにはるかの今使ってる掛け布団も、なぜかキティちゃん、これママが買ってきた掛け布団のカバーですね。キティちゃんです。そう、結構ラブリーなキティちゃんの掛け布団、なんか至る所にキティちゃんがいる。でもなんかその結構なんていうの、コアな人が知ってるようなサンリオキャラクターは知らないかも。だって結構たくさんいるんでしょ、結構というかめっちゃたくさんいるんでしょ。実はこうなんか主なグッズ化される人気キャラクターはまあ少ないかもだけど、でもなんかね、そう、あ、でもこのカエルの名前わかんない。でもこのカエルはなんか小さい頃に行ってたそのお医者さんのカレンダーにこのカエルがいた気がする。あとなんか注射頑張ったらご褒美でシールをもらってた、サンリオキャラクター。ケロケロケロッピって言うんだ、ケロケロケロッピだ。ケロケロケロッピありがとう。あ、グデ玉は知ってますよ、卵好きなので。でもグデ玉の声とかは知らないかも。ケロケロケロッピって言うんだ、なるほどね。
21時半って書いてある、21時半までって書こうとしたのに、そう21時半からはあの今みんなで、あのはるかは昨日担当させてもらったんですけど、みんなでやってるあのコラボ配信ですね、ツアーに来てねという意味を込めたコラボ配信リレーなのかな、毎日やってるので、昨日から一昨日から始まったのか、そうぜひに、あぐでたまはぐでぐでしてるんだね、働かないんだ、そうなんだ、まあそうね、コラボ配信なかなかなんか普段やらないから、そう、でもぜひそう来てほしい、でもなんかさツアーでさこうなんかまあNGT のことを見たことない人とか、こうツアーで新たな NGT ファンになってくださる方に出会いたい気持ちあるじゃないですか、なんかそれはどうしたらいいんだろうなって、こうなんか来てみて、あ NGT 楽しいなって思ってもらえるかもしれないけど、なんか3期生とコラボしてほしい、あえしたいしたい、そうだね、3期生とコラボ配信とかしたいな、でもなんかすごいやっぱり自分が先輩の立場になってめっちゃなんかすごい、なんていうの、なんかさこう自分が後輩だった時の記憶もすごい鮮明にあるし、今先輩という立場だしっていうのがあって、でなんかあの今3期生までじゃないですか、 NGT いるのは NGT は3期生までなんですけど、だからこうなんかあの3人兄弟みたいな感じで、その真ん中の人ってあの上の子の気持ちも下の子の気持ちも分かるっていうじゃないですか、兄弟の中で、だから2期生はまさにそんな感じかなって、自分が後輩っていう立場の身もあるし先輩もいるしみたいな、こうなんていうの、先輩も後輩もいるのは2期生2期ドラさんだけじゃないですか、1期生さんからしたら同じグループ内に先輩はいないわけだし、3期生からしたら同じグループ内に後輩はいないわけだし、先輩も後輩も持ってるのは今日記ドラさんだけじゃないですか、そうだからなんかすごい自分の先輩心も後輩心も出てきて、でもなんか私の性格上やっぱりなんか考えすぎちゃうところがあって、でなんか行動に移すまで悩んじゃうというか、なんか私もともと人見知りな、その上人見知りだからなんかね難しい、そうなんていうの、こう3期生はだし、なんか自分が2期生で入ったばっかりの時と意外とこう3期生に共通点がなかったりするんですね、そうなの、なんかあ最近の子ってそういう感じなのかなみたいな、時代も変わったのかなみたいなって感じる時も結構多いから、だからなんか全てこう自分が2期生の時と重ね合わせてもダメなのかなって思っちゃったり、そういやだからねコラボ配信したいんだけど、まあ、できたら全員とした方がいいじゃないですか、でも時間的に難しいなって言ったら数名ととかになるとするじゃん、でも数名とってやったらなんかやっぱりなんか私先輩だし、こうやっぱ私も2期生の時すごい思ってたのは、その先輩に結構ガツガツ話しかけたり一緒に写真撮ってもらったり SNS で自分のことをなんか発信してもらえたりする子って
他の同期よりもちょっとなんかファンの人からの認知が増えたりとか、なんか名前知ってくれる人もいるし、その先輩のファンの方が挨拶に来てくれるみたいなで握手会来てくれるとかっていうのもあったし、私それができてなくって、本当はしたいなとは思うけど、なんか考えすぎちゃって、先輩にガツガツ行けたとしても、なんかその先輩になんかそうなんていうの、な言い方難しいんだけど、あそういう作戦で来てるのみたいな感じでなんか思われちゃうんじゃないかなみたいな感じで、すごいそれがめっちゃ考えすぎなんですけどねっていうのがあったから、なんかそうって思ってて、そうなんですよ。だからなんか TV 本当なんかね、もう だしやっぱりなんか誰か一人をとかっていうよりかは、みんなのことをそうと仲良くしたいし、みんなのことをあのファンの方とかにね紹介したいじゃないですか。そうだからハレルンの今の一番の推しの子はいるの推しか、なんかどういう目線かにもよります。なんかすごいさ、なんていうの、一ファンとしてみたいなっていう目線か、それともこうなんかアイドルとして、なんていうの、同じ同業者としてみたいな、なんていうのとかそう、まあ、いろんな目線があるじゃないですか。友達として仲良くなりたい、なれそうなのはこの子かなとか、人としてすっごいいい人だなって思うのはこの人かなとか、同業者なんていうの、ライバル視しちゃうくらいすごいなって思う部分とか、まあなんかすごいそれぞれなんで、もなんかそれでまたここで発表してもなんかなんかなむずいなって思います。でもなんか一人一人のいいところを見つけたら、なんか本人にもいいと思ったよって言ってあげようって思ってて、たまに LINE するんですけどとか、まあ、ファンの人とかにもなんとかちゃんの高校めっちゃいいからとか、そうは言おうかなって思ってるんですけど、そう。でもなんかね、はるかはね、もうとにかく3期生にはなんていうの、もう野心を持って、そのぐらいの勢いで、もうとにかくやってみる精神みたいな感じでアクティブに動いてくれる子がいたら、あー頼もしいなーと感じますね。でも今の時代野心とかでもないのかな、ね、
でもなんかなんていうのかな、もっと私がこうなんていうの、言葉に説得力のある人になりたいってずっと思ってるんだけど、もっとそのそういう存在に近づけないと、なんかそんな後輩たちを引っ張っていくとか背中を見せるとかっていうことはまだできそうにないな、はるかはって思ったから、なんかとにかく自分がちゃんとしないとってすっごい思ってる。難しいですね。でもやっぱりなんかこうなんていうの、名言なんていうの、この芸能人のこの有名人の名言をとかってあったらみんな見る聞くじゃないですか。やっぱりそれはその功績を残されて いらっしゃる方だから、あ、なんかこうなんていうの、人生をこうもう、まあ、いろんななんていうの、まあ、成功させたというかなんていうの、こう夢を叶えてる人とか、なんかそういう功績を残されてる方の言葉ってすごい説得力があるし、みんなあそうなんだって聞くし、だからなんかそういうね、言葉に説得力のある人にまずなることかなと私自身すごい思ったので、うん、ハートさんありがとうございます。そうなんですよね、ハルルンのメールとかすごい言葉たくさんあるよメールをさ、でもなんか素晴らしいメールを書いたなって思うときはちょっとこれはみんなに見てほしいなって思いながら送ってます。あ、最近のメールはですね、なんか気分です。めっちゃ気持ち悪い文章を書くのにハマっちゃって、そうそうです、メールの内容オンオフはっきりしてて好き。そうね、なんかめっちゃ真面目な話があると、あ、そうそう、ブームなんだよ、ちょっとカタカナ混じりで、そうそうだよ、マイブームです。あ、今朝はでも送ってないですね。そう、おはぎって始まるの
めっちゃもうこだわりが詰まってるんですよ、私の大好きなシュールのシュールっていう世界観を私愛していて、はい、私の大好きなシュールの世界観が入ってるんですよ。おはようじゃなくておはぎって始まる気づいてましたか、あれは。あのそうです、 JK で流行ってるわけではない、あそう、JK で流行ってるわけじゃないです、ね、でもなんか言葉にして話すとめっちゃ恥ずかしいんですけどそうだよ、おはぎ今日はなんとかなんとかの日だよって、そう JK 用語なのかと思ったら、あ違います、何の略とかでもないです、ただおはようをおはぎって言ってるだけ。おはようって意味です、はるかの。会社とかでも使ってください。すごいシナモン飛んできた、ありがとうございます。たまにそういうテンションのメールもあります、見てくださいね。おはぎが今の流行語ですって会社の人に広める、あいいですね、丸ごと会社丸ごと勘違いになっちゃう、騙された対象です。なんかさあ、もう10月なんだねって思って、2022年がさあと3ヶ月なんだよ、やばくないですか、そんなことあっていいのかな、2022年あと3ヶ月です。早いよね。わかる。大晦日。やば。なんか6月くらいから薄々思ってはいた。あ、もう半分終わっちゃったんだなって。でもなんか7、8、9の記憶はまだあるけど、7、8の記憶がもうなんか7、8、7月から始まったんでしたっけツアーって、あれツアーの初日って7月、7月23とかだったっけ、24か、失礼しました、7月24でした、7月24にツアーが始まって、で今が10月4日 ?3 日、え今日3日、3日か、そうで次の10月10日が4会場目ですかね、ですよね、
今日は3日そう、なんかでも夏から結構バタバタして、なんかバタバタしてたな。やっぱリハーサルがね、そうなのよ。なんかこう、まあ大体年度始め、4月が始まるときに、私高校3年生なので、高校3年生のこの1年で高校卒業したときにやっぱできるお仕事の幅とかが広がったりとか、年齢制限っていうのがかからなくなるので、なんかいろんなことに挑戦できるように、高校3年生最後の高校生の1年をやっぱ跳び箱のジャンプ台をピカピカのものにしたいなと思っていてですね、それが今半分過ぎたわけじゃないですか。そう思うと、そうね、振り返るタイミングかなと思っていて、そうなんかね、やっぱお仕事がね 10時まで、夜の10時までしかできないとかっていうのとか、なんかいろいろあるんですね。そう、なんかだから私今やっぱり個人としてやりたいこととグループの一員としてやりたいことみたいなのがあるんですけど、そう、でもなんか個人としては今やっぱり演技に挑戦してみたいっていう気持ちがとてもあるので、今度コンカフェエンジェル、そうやらせていただけるんですけど、それをまず頑張ることとか、なんかね、いろいろみんな外のお仕事をが決まったりしてて、すっごい嬉しい。なんか私も自分の決まったお仕事も嬉しいけど、なんかひのちゃんのさ主演の舞台とかもすっごい嬉しくって、そう、なんかかえりちゃんがこう鉄道のやつひのちゃんと一緒にやってたりとか、この前も一人でテレビ出てたりとかも、なんかすっごい嬉しいし、ななみも今度ね落語をやるし、なんかそういうのが、そのメンバーも頑張るぞってなってたり、ファンの人も新しい一面を楽しみに、その子の新しい一面を楽しみにしてるのがなんか伝わってきて、本当にめっちゃ嬉しい思った。なんかでもそれはなんかこう活動してきて4年半で、そこは自分が変わったところ、成長した部分です。なんか初期の頃はなんだろう、自分がセンターに目指せ、センター一直線みたいな感じですごい思ってたけど、だからその同期とかに、なんだろう、すごい負けず嫌いな気持ちがめちゃめちゃ出てて、なんか素直におめでとうって伝えられない時とかもあって、その自分以外の子になんか嬉しいお知らせがあった時に。でもなんか今はとにかく NGT を知ってくれる人が増えてほしいとか、もっとファンの人、グループのファンの人のなんか増えてほしいって
思うと、なんかこう自分、私はすごいやっぱ一人だけじゃ、あの自分なんていうの、自分には得意なところも不得意なところもあるじゃないですか。他の子も得意なこと不得意なことがあって、自分の得意なことで私は頑張るし、私があの得意なところ苦手なところ分野では他の子が得意として武器として持ってて、それで活躍してたら、そうすごいなんかそれが嬉しいなと。なんだろう、でもなんかね、本当に心の底からそう思ってるから、なんかなんていうの、でも こんな思ってることって正直いいことじゃないですか。ちょっとここからはるかモードに入っていくんですけどこんなさ、こんな風にさ思うことってめっちゃいいことじゃん。なんかいいことすぎて、その自分がそのなんていうの、なんかあんまりそう自分の綺麗な部分を話したくない性格というか、私はね、なんかめっちゃ変な話なんですけど、本当なんか心が綺麗な人っぽくありたくないみたいな、なんか自分の中の葛藤なんですけど、心が綺麗な人ではいたいけど、心なんか綺麗なことをアピールする人にはなりたくないじゃないですか。なんかわざとらしいなあいつとか嫌じゃないですか。そうめっちゃ心綺麗な人でいたいとは思うけど、そうそれをアピールしたいわけでは全然ないけど、これはマジで思ってて、そうなんかそれは本当に嬉しいんです。本当に、うん、NGT のメンバーが外のお仕事決まった時がすっごい嬉しいけど、やっぱなんか大事なのは、でもそれだけじゃなくてですね、あのやっぱ NGT のグループとしてアイドルとしてやってるわけだから、なんかこう個人というか全員で NGT48 だから、なんていうのかな、あの同じ事務所に所属してるタレントさん同士っていうわけではなくて、 NGT48 だから、だからなんかグループ全体の活動にももちろん力を注ぐべきだし、うん、ソロ活動、ソロの集まりではなくってグループだからっていうことを一人一人意識をこう、もう基本基礎の段階に敷いて置いた上で活動していく。そうかなとか。だからなんかグループ活動としては、私はやっぱりそういう部分を基礎に置いておいて、だからその3期生のこともなんか見てて、こう自分の時と重ねたりとかしてアドバイスしたいなとか思う。でもアドバイスしたいなとか思うのは、こうなんかこれも本当にグループの未来のことを考えたら、冷静に考えて3期生が将来 NGT の将来はもう3期生が担うということだからって、すっごい
心底思ってる。そう、なんかマネージャーさんとかにはなんか話したりできるんだけど、まだ3期生に直接伝えたりとかはできてないから。でももうなんていうの、褒めることはできたとしてもなんかここもうちょっとっていうのって伝え方が本当に難しくって、でもそれって多分その絆がある程度できてからじゃないと伝わらないかなって思うから。そうなのよ、なんかだってよくわかんない人にさ、ここもうちょっとさなんかこうした方がいいと思うよとか言われてもさ、うーんって感じじゃないですか。やっぱ絆があって、はるかさんは自分たちのためのことを意地悪とかで言ってるわけじゃなくって、もちろんだけどね、っていう風に考えてくれてるんだなって思っていうのが伝わるような、なんか愛にあふれた、はい、先輩になりたいなとはそう思ってるのと、そうだからね、高校3年生の半年今終わったんですけど、あと半年高校卒業するまで演技のお仕事がしたい、個人的にはと思っているから、自分で自分磨き、なんか自分普通に見た目もそうだし中身もそうだし、あと演技の経験をこうやって増やさせていただくところで吸収する、吸収しやすい体制、自力で他の女優さんとかドラマ作品をいろいろ見て学んだりとかして、高校卒業した時にいろんなもっと幅を広げたりとか、たくさんお仕事させていただけるようになりたいな思ってます、うん、ハートありがとうございます。そうね、あとはなんだ、難しいですけど、でもまあなんかもっと素敵な人になれたらなと、ハートさんありがとうございます思ってます。それではですね、ちょっともうあと3分になっちゃったのでライブランキングを読んでいきますね。13位イカッチさん、12位翔太さん、11位文星さん、10位なぜなにくんさん、9位ゆららさん、8位 J さん、7位ぴょんぴょこぴょんさん、6位コバターさん、5位ひよぽんさん、4位かんくろうさん、3位としやさん、2位たけともさん、1位ぐっちさんです。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。このあと21時30分からは NGT のあのコラボ配信ということなので、ぜひ見に行ってください。はい、そうですね。今日もなんかゆっくりと喋ってしまった気はするんですけど、皆さん明日も
紛れもなく平日です。明日は火曜日ですかね。頑張りましょう。はい、頑張りましょう。もう何と言い、誰が何と言おうと明日は火曜日、平日、もう土平日。はい、頑張ります。それではおやすみなさい。あ、ぜひショールームフォローお願いします。また見てくれるときに通知がいきます。ということでお願いします。それでは皆さんおやすみなさい。ありがとうございました。またね。